Hey guys, what's up? It's Exuperus here, and today I'll be reacting to episode 5 of Toradora. Ready? Let's go! Hey guys, before we continue with the reaction, don't forget to hit like and subscribe, and click on the notification bell so that you won't miss any new uploads. And with that, let's go back to the reaction. Starting now. だけが役に立たないから北村に会えなかったのは俺のせいじゃないだろ。連休中は部活と生徒会で忙しいって言ってたじゃないか。そこをなんとかするのが犬の仕事でしょ。会えたってどうせろくに会話もできないくせに。地獄に落とす。うわ、かかった。何やってんだよ。早くなんか服もな。服なんとかふざけたこと言うからでしょ。 What does he seem like the only adult in this relationship? Okay, that's probably something that I find so slightly funny, slightly annoying. The fact that Takasu, Ryuji is the only one that seems to be acting mature for his age in the cast, or at the very least in his household, including Taiga, who's coming over almost all the time at this point. But yeah, the only character who's sort of got it together, except for when it has something to do with Kushida. So yeah, I'm a bit torn. Like, I want him to be that, you know, responsible character, but at the same time, I guess he should have his own flaws, which, you know, we do see from time to time. What does he see in Kushida, by the way? I mean, seriously, what do they see in their crushes? That's the thing that's kind of bothering you. Why? I mean, I get why, but I mean, they say why, sort of, but yeah, I don't get it. Yeah, he deserved that. All right, they're going to introduce a new character. モデル? ほら、あの人。お。この人だよね。本当だ。川島亜美って言うんだよ。女優の川島亜美の娘なんだって。なんでそんなことこんなところに。すまん、亜美。待たせたな。 What a coincidence indeed. それでこっちが高須隆二と愛坂大河だ。
ナジン。どうも。よろしく。それって。ああ、そう。今これ見てたんですよ。それで。やだ。恥ずかしいとこ見られちゃった。服もメイクももっとちゃんとしてくればよかったな。ああ、俺もトイレ。参った。間が持たん。予想通り席を立ったか。お前トイレは。なんだよ。正直に答えてほしいんだが、高須、亜美のことどう思った？どう思ったも何も、いきなりあんな可愛い子連れてきて緊張して意味不明になったぞ。可愛いことは認める。それにすっごいいい子だし、ちょっと天然っぽいけど純粋っていうか、まあちょっと見ててみよう。アイスティーなくなっちゃった。持ってきて。鹿とかよ。っていうかさ、あんたさっきから態度悪くない？そうだ。あんたの彼氏に持ってきてもらおう。あいつアミちゃんの言うことなら何でも聞きそうなテンションだしね。アミちゃんも奪っちゃっていい？全然いらねえけど。彼氏じゃないから。あ、そう。別にどうでもいいけど。ズバリ、あれがアミの本性なわけだ。甘ったりでわがままで横暴、典型的なお姫様だ。悪魔が乗り移ってるとしか思えねえ。まあこんな何もない町じゃあの程度の男しかいないよね。ねえねえ、あんた身長何センチ？今気づいたんだけど、なんか縮尺おかしくない？つうか、そんなサイズの服売ってるんだ。 Okay, that's a low blow. それにしても、よくタイガのやつ平気であんの。 Yeah, that's kind of... She kind of deserved that, okay? She had it coming to her. あ、帰だ。ほらほら、アミ、もう帰るぞ。やだ。わかった、わかった。すまんな、相方。今日のところは失礼するよ。北村は一部始終。嫌い、あの女。泣くなよ。あんたもあんたよ、あの女にデレデレして。俺は別に。大体ね、自分で自分を天然って言われるとかいう人間にまともなやつなんていないのよ。はぁ。まあいいわ、どうせもう二度と会うこともないだろうし、ここは私が大人になってこの憎しみを飲み込んでやろう。おい、それ俺の。うるさい。Oh no. Of course. 今日からこちらの学校に転入してきました。川島亜美です。亜美って呼んでくださいね。もしかしてキャービーのモデルやってる子？ありがとう、神様。皆さん、新しい仲間と仲良くしましょうね。じゃあまず席を決めましょうか。
アミは天然だよねって。やっぱり。でも本当に違うの。はいはい、分かったから。もう本当なのに。あれすげえな。ああ、人心を掌握する術を心得ている。なんで言わなかったんだよ、転校してくることを。言えばアミが本性を見せなかっただろう。それじゃダメなんだよ。なんだそりゃ。実を言うと、俺はアミの本性が嫌いじゃない。だからみんなにも本当のあいつを知ってもらって、そのアミを好いてもらいたいんだ。いや、それは…それでも嫌われるなら、アミも納得できるだろう。これ以上あいつに嘘をつかせたくないんだ。本性は昼休み以外に飲み物買うのは校則違反なんだぞ。じゃあ私たち共犯だね。金は払うよ。いいよ。それは昨日のお詫び。お詫び。もうびっくりしちゃったよ。高須くん同じ学校だったなんて。愛坂さんも優作、何も言ってくれないんだもんな。ねえ、昨日のこと愛坂さんから何か聞いた？昨日のって？昨日のことはね、全部私が悪いの。ん？私、天然っぽいところがあるから、それが愛坂さんをイライラさせちゃったんだ。 May have? 普通におしゃべりしてたのに、You purposefully did it. 突然、愛坂さんが私のこと生意気とか調子に乗ってるって言ってきて。 Wow.悪くないの。私がもっとしっかりした子だったらあんなことにはならなかったの。たまにあるんだよね、私こんな風に同性の子から嫌われること。だから気にしてないし、頑張れるから。なるほど。だから昨日のことは他の人に言ったりしないでほしいの。私分かったからさ、川島の言いたいこと。だから、とりあえず戻ろうぜ。ありがとう。急ごう。なんでって。Oh, and one from Minori.Cheating. They're not dating. So, why did I get in this mess? Takasu より Kushie Dai. 全然違う話で悪いんだが、自分で自分のことを天然だという人間をどう思う？ここまでのところでわからないところはありませんか？どうした君たち？なあ、高瀬。リュウ。やだ。なんであんたがいるの？超目障りなんでんけど。夜なクソガキ。ナイス。怖い。さすが先生たちにまで疑われてる愛坂さん。ほんと気の毒に思うな。あの博愛主義者の優作にまで嫌われるなんて。なんですって。ファミレスであんたにされたことを全部チクっておいたから。 You already knew that. 多分相当嫌われたと思うよ。本当終わってるね。
But she doesn't know that he knows. And that he knows her true personality. And we have... Okay. Maybe he'll tell her about the whole thing. タイガー、入るぞ。なんだよ。やっぱいるじゃねえか。電気もつけねえで。おい、タイガー。何って。飯だよ。お、タイガー。大丈夫か? You've been crying her heart out. <笑>大丈夫だよ。何が大丈夫なのよ。北村は全部わかってるから。川島の性格もファミレスでなんであんなことになったかもあいつの嘘も全部な。本当に?本当に?それに北村はそんなことぐらいで人を嫌うやつじゃない。それはお前が一番わかってることだろ。じゃあなんで私はチビなの? <笑>いや、それは何よ。<笑>ちむまた豚骨よこせぐらかなって美少女推薦選手みたいな名前だからって。おまけに北村と幼馴染だからってよ。悪い、大丈夫か。しかし、そんなしょうもないこと気にしてたの。あんたと違って私は繊細なの。お前。ああ、りゅうちゃん。とんかつなのにソースがないとはこれいかに。とんかつ。黒豚だぞ。 Why is she hiding like this? In public. ルージ、これ見て。これって。あれって休業って意味よね。仕事を休むほどの価値がうちの学校にあるのかね。あれって。あの女。やっぱ川島亜美だよな。なんだあの格好。それにあの荷物。 Okay, so this is a very interesting addition to the cast, you know. We have somebody who's kind of faking being nice or just having a double personality. And well, somebody who knows a few people who know about it. Will that kind of change the dynamic? Will being part of this group change her? I don't know exactly. I can't predict precisely what's going to happen. But yeah, it's a very interesting addition. All right. So that was episode 5. Things are starting to get going, I think, but yeah, still there's a lot more that needs to be done. I mean, there's a lot more that still needs to happen. I think it's pretty slow pacing for now, but I think later on it's going to pick up, hopefully. I'm still on the 5th episode. All right, thank you for watching this, and see you guys on the next video. Thank you guys for watching until the end of this video. Click here to subscribe and check out these two videos for more fun content. See you in the next one.